毎朝5キロ走る。それが私を弁護する条件だって言ったぜ。私は君のために引き受けてやるのだ。馬鹿げた条件を課せられる筋合いはない。セクシーな男に弁護してもらいたいの？私はセクシーだ。この人にセクシーを求めるのは無理です。多めに見てあげてください。あなたもよ、ブスすぎる。ブス、私ブスって言われたことはあんまり。ブスよ、ブスだって。ブスに私を弁護する資格はないわ。メイクの仕方ぐらい覚えなさい、幼稚園児。アンパンマンショーにでも出るのか。先生こそそんなことしてるとセクシーになれませんよ。くだらん。気がついたよ、君が大きな勘違いをしていることに。勘違い？君は私の外見を見てセクシーではないと言った。だがそれは大きな間違いだ。大事なのは内面だ。今日も裁判で見事な一生を挙げたのだが、その手法は実にセクシーなものだった。今日だけじゃない、この前もその前もいつもだ。傍聴席はいつも女性ファンで争奪戦になる。つまり私はすでに誰よりもセクシーなんだ。というわけで条件はクリアだ。こちらの質問に答えてもらおう。幼稚園児がブスのままよ。妖怪人間ベラみたいになってきてるぞ。もう整形しろ。ああダメダメダメ、あの下地を丁寧に作りませんと色は綺麗にのりません。ひょっとして服部さん、コスメティシャンのご経験が。あの、実は。やってもらえ、やってもらえ。それでは腕によりをかけましてお座りください。参りますよ。はい。いや、私もこれは違うと思ってました。京都で化粧師をやっていたらしい。